復元された松山神社軌道の人者大崎市松山ふるさと歴史館は宮城県大崎市にある博物館である。郷土市を専門とする大崎市の博物館であり、歴史展示室では博物館が立地している松山地域の領主であったもにわけに関連した資料を中心として原始時代から現代に至る地域の歴史に関連した文化遺産などが展示されている。また、 フランク長井展示室では、松山地域出身のムード歌謡歌手である、フランク長井に関連したレコードや愛用品、日本レコード大賞受賞時に贈られたトロフィーなどが展示されている。屋外には、かつて松山町に存在した松山神社軌道で利用されていた人社が展示されている。これは、仙台放送の依頼で仙台市交通局が復元し、 1987年7月に松山町へ寄贈されたもので、経済産業省から近代化産業遺産に認定されており、また、大崎市からも指定文化財として指定されている。副元任者の詳細は、松山神社軌道原存車両を参照。ふるさと歴史館は、大崎市が大崎市郷土資料館条例に基づいて、郷土資料の収集、保管、 並びに展示を目的に設置している施設であり、貴重な文化遺産を管理していることから、指定管理者制度は導入せず、大崎市が管理と運営を行っている。ありがとうございます。